新潟市中央区の安らぎ亭です。午後1時現在、気温は28度なんですが、爽やかな風が吹いていて、実際の気温よりも涼しく感じます。高気圧に覆われ、各地で朝から気持ちのいい青空が広がる中、新潟地方気象台は今日、新潟を含む北陸地方が梅雨明けしたとみられると発表。平年より2日早い梅雨明けとなりました。久しぶりの晴天に、新潟市中央区の安らぎ亭では外で昼食をとる人の姿も多く見られました。ジメジメ感が強すぎて、外で、雨に濡れながらも嫌だったので、ずっと屋内で食べてたんですけど、天気良かったのでちょっと外に来ました。中には風で梅雨明けを感じたという人も。梅雨の時期の風とは違う。そうですね、すっきりした風になってるんじゃないかなって感じたりしてます。こちらの男性はコンビニエンスストアで思わずアイスを購入してしまったと話します。暑い。アイス買ってますけど美味しいですよね。とてもいいですね。さらに水辺リングではビールを飲みながらバーベキューを楽しむ人たちの姿も。河原非常に爽やかでバッチリです。食べ物も美味しいし、はい、今年はどんな夏になるのか。いよいよ夏本番の到来です。